長谷工グループプレゼンツ DSP インビテーショナル、全ての女子ゴルファーに活躍の場を提供したいという思いのもと、無差別級ゴルフトーナメントがここに開幕。賞金総額は500万円、優勝賞金は200万円。お金は欲しいです。はい、切実に。今回も女子プロにマイクを装着することで選手のリアルな声が。なかなかトリッキーだね、このコース。意外とね、最高のバーディースタートでした。果たして優勝は。長谷工グループプレゼンツ DSP インビテーショナル、3月13、14日、千葉読売カントリークラブで開催。